晩年のマリアアンナ王女、マリアアンナ・フリーデルケ・ホン・プロイセンは、プロイセンの王族、プロイセン王女、ヘッセン・カッセル家課長フリードリヒ・ビルヘルムに嫁いだ。プロイセン王子カールとその妻で、ザクセンバイ・マルアイゼナ派対抗カール・フリードリヒの、娘であるマリエイの間に、末娘として生まれた。アンナは、美しい王女として知られ、プロイセン宮廷では注目の的であった。 1853年5月26日、アンナは、シャルロッテンブルク宮殿において、ヘッセンカッセルルン砲白フリードリヒビルヘルムと結婚した。フリードリヒビルヘルムは、その9年前に、アンナの重視にあたる戦災のロシア大公女、アレクサンドラ・ニコラエブナを亡くしており、アレクサンドラに対する深い愛情を忘れてはいなかった。このため、アンナとフリードリヒビルヘルムの夫婦関係は、 有効的ではあるが愛情叫ぶかいとは言えないものとされている。アンナは非常に知的な女性で、ヨハネス・ブラームス、クララ・シューマン、アントン・ルビンシテイン、ユリウス・シュトックハウゼン、ニルス・ゲーゼ、ヨハン・ペーター・エミリウス・ハートマンら著名な芸術家、音楽家の出入りする宮廷サロンを主催した。彼女自身、テオドール・クラクに支持し、優れた才能と技量を持つ、 熟練のピアニストでもあった。アンナは1901年にローマカトリックに改修したが、プロイセン王族のカトリックへの改修は大きな政治問題を引き起こした。アンナは1918年6月12日に82歳で亡くなり、古田大聖堂に埋葬された。夫、フリードリ・ヒビルヘルムとの間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。